ようこそ、おいでくださいました。どうぞ、お好きな時空へ、お進みください。 エレベーターとある廃墟に幽霊が出るという噂があった俺は友達と共にその廃墟に行ってみた廃墟の中はいろいろなものが散乱していた何台もあるエレベーターの前まで行くと 血のりのようなものが壁に付着している二人は上の階へ向かおうとしてエレベーターのボタンを押した次の瞬間エレベーターが降りてきた テレビの光。風呂上がり、私はくつろきながら、髪を乾かそうと思い、ドライヤーを部屋に持って行き、ソファーに座り、テレビをつけた。すると、怖い番組でもやっていたのか、血だらけの女の人が映った。その瞬間、 部屋が真っ暗になった私はテレビの光を頼りにブレーカーを直しに行った人形の目この話は僕の友人女性から聞いた 子供の頃の実話です。ケイちゃんは、外で遊ぶことが好きな活発な子でした。ある日、ケイちゃんは、親戚のおばちゃんから、一体の人形をもらったそうです。身長が30センチぐらいのフランス人形らしく、目がクリクリして、 可愛い顔が特徴です。ケイちゃんはよくフランス人形を外に持って出て遊ぶようになり、公園のベンチに座らせたり、寝転ばせてお医者さんごっこをしたりしていたそうです。ケイちゃんがフランス人形をもらってから2週間ぐらい経過した頃、 一緒に遊んでいた友人たちは驚きます。人形の目を見ると、片方の目玉がありません。一人の友人が、ケイちゃん、人形の目玉どうしたのと問うと、目玉家でくりぬいてきたのと笑って答えます。 壊し癖と言いますか、そういった側面のあるケイちゃんなので、みんなそれ以上はあまり気にせず、笑いながらいつも通り公園で遊びました。しかし、それから公園へケイちゃんが遊びに来なくなり、友人たちは心配したそうです。一人の友人が、 ケイちゃんの家へ様子を見に行きました。ケイちゃん、遊ぼう呼ぶと、ケイちゃんが現れたのですが、その目の片方は腫れ上がっていて、まるで幽霊のお岩さんのようになっていたそうです。ケイちゃん、 その目どうしたのと問うと。目、一週間前くらいから痛くて腫れてしまったの。病院に行ったら物もらいだからバイキンが入ったらしい。もう少しで治るから。そうケイちゃんは答えました。それから10日ほど経つと。まだ片目を眼帯で隠しながら、 ケイちゃんは公園に来るようになり、しかし友人たちはそれ以上にケイちゃんが持っていたフランス人形の姿に唖然とします。フランス人形は両目がありませんでした。 両目がない人形を抱きかかえるケイちゃんの姿は不気味すぎて、今想像してもゾッとすると、この話を教えてくれた友人は語ります。それからケイちゃんは、また公園に来なくなりました。心配してケイちゃんの家に行くと、お母さんが対応してくれました。<laughs> K 今病院に入院しているの。目の手術を受けないといけないの。手術するのは両目らしく、一ヶ月ほど入院することになるそうです。ケイちゃんの目は、痛みが続いて、視力が低下していたそうで、放っておくと、失明になる恐れがあるほどの状態だったそうです。 後日、友人みんなで病院へ見舞いに行くと、両目を白いガーゼで巻いて寝ているケイちゃんがいました。手術は無事成功して、一ヶ月後には、また元気なケイちゃんが戻ってきました。しかしその後も、ケイちゃんを遊んだりしていると、ときたま目を抑えて、痛い、痛い。 言うことがありました。まだ完全に治っていないのかな、と心配していると、友人の一人が言いました。ケイちゃん、目が痛いの、フランス人形の目をくりぬいたからじゃないケイちゃんはそれを聞いて家に帰ると、フランス人形の目玉を机の中から取り出し、お母さんに、 目をつけたいと伝えたそうです。ケイちゃんは心の中で、お人形さん、ごめんなさい。目をとってごめんなさい。と謝ったと言います。その後、ケイちゃんの目は痛みもなくなり、健康な状態に戻ったそうです。 特急電車の男。あと十分ほどで、真夜中になるという時間帯に、私は特急電車に乗っていた。やがて、途中の駅で、一人の男が乗り込んできた。その男は、電車のドアが閉まると、突然割に帰ったように、 乗客の顔を見回し始めた。すみません。あなたの年齢は28歳ですか男が私に話しかけてきた。そうですが、どうしてわかったんですか私が聞き返しても、男は無視して、また別の人に話しかけた。あなたの年齢は、 45歳ですかそうですけど、あなたは62歳ですね。どうしてわかったんだそんなやりとりを繰り返していく。どうやらその男には顔を見ただけで年齢を当てる特殊能力があるらしい。次の停車駅までは、 まだ15分以上ある。私を含め、乗客たちは全員その男に注目し始めた。あなたは50歳ですね。そうですが、あと5分で日付が変わったら51歳になるんですよ。最後に質問された女性は笑顔でそう答えた。 年齢を当てていた男の顔が、その途端に青くなった。すごいですね。百発百中じゃないですか。私は男に話しかけた。すると、男は青い顔を私に向け、こう言った。私が見えているのは、あなた方の寿命です。 あのバスを降りなければよかった。ある家族が妻の実家に遊びに行くために田舎までのバスに乗っていた。山のふもとあたりまで来たときに子供がお腹減ったとダダをこね始めたのでしょうがなく途中のバス停で降りて 近くの定食屋で食事をすることにした。食事が終わり、定食屋に設置されているテレビをふと見ると、さっきまで家族が乗っていたバスが落石事故で乗員全員死亡というニュースが流れていた。そのニュースを見た妻は、 あのバス降りなければよかった。とつぶやいた。それを聞いた夫は、何をバカなこと言ってるんだ。と怒鳴ったが、すぐに。ああ、なるほど。確かに降りなければよかった。と、妻の意図に気づく。 猿夢。私は夢を見ていました。昔から私は夢を見ているときに、たまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人でいました。 ずいぶん陰気臭い夢だなぁと思いました。すると急に、駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れました。それは、間、ま、もなく電車が来ます。その電車に乗ると、あなたは怖い目に遭いますよ。と、意味不明なものでした。 まもなく駅に電車が入ってきました。それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座っていました。私はどうも変な夢だな、と思いつつも、自分の夢が どれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試してみたくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くて耐えられなければ、目を覚ませばいいと思ったからです。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って、自由に夢から覚めることができました。 私は、電車の後ろから三番目の席に座りました。あたりには、生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらい、リアルな臨場感がありました。出発します。と、アナウンスが流れ、電車は動き始めました。 これから何が起こるのだろうと私は不安と期待でドキドキしていました。電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました。紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗った スリラー感ーの景色だ。この電車だって、お猿さん電車だし、結局、過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけで、ちっとも怖くなんかないな。と、その時、またアナウンスが流れました。次は、池作り、池作りです。池作り。 魚のなどと考えていると、急に後ろから、けたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた、男の人の周りに、四人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、男は刃物で体を裂かれ、本当に 魚の池づくりのようになっていました。強烈な周期があたりを包み、耳が痛くなるほどの大声で男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは次々と内臓が取り出され血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い 顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに、黙って前を向いたまま、気にも留めていない様子でした。私はさすがに想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのかと思い始め、怖くなり、もう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。 気がつくと、一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし、赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず、無表情に一点を見つめていました。次は、えぐり出し、えぐり出しです。 アナウンスが流れました。すると今度は二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので、後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった彼女の顔は、痛みのためものすごい様相に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるくらい大きな声で悲鳴をあげました。 目から眼球が飛び出しています。血と汗の匂いがたまりません。私は怖くなり震えながら、前を向き、体をかがめていました。ここらが潮時だと思いました。これ以上付き合いきれません。しかも、順番から行くと、次は三番目に座っている、 私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してから、その場から逃げることにしました。次は、ひき肉、ひき肉です。と、アナウンスが流れました。最悪です。 どうなるか、容易に想像ができたので、神経を集中させ、夢から覚めようとしました。夢よ、覚めろ、覚めろ、覚めろ。いつもはこう強く念じることで成功します。急に、ウィーンという機械の音が聞こえてきました。 今度は、小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。多分、私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢よ、覚めろ、覚めろ、覚めろ。と、目を固くつぶり、一生懸命に念じました。 ウィーンという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身痩せてびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は 寝床から台所に向かい、水を大量に飲んだところでやっと落ち着いてきました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。でもみんなは面白がるだけでした。 所詮は夢だからです。それから、4年間が過ぎました。大学生になった私は、すっかりこの出来事を忘れ、バイト何ぞにいそしんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次は、えぐり出し、えぐり出しです。 あの場面からでした。私は、あ、あの夢だ、と、すぐに思い出しました。すると、前回と全く同じで、二人の小人が、あの女性の眼球をえぐり出しています。やばいと思い、夢よ、冷めろ、冷めろ、冷めろ、と、すぐに念じ始めました。 今回はなかなか目が覚めません。夢よ、覚めろ、覚めろ、覚めろ。次は、ひき肉、ひき肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーンと、近づいてきます。 夢よ、冷めろ、冷めろ、冷め,めてくれ。ふっと、静かになりました。どうやら、なんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたその時。また逃げるんですか次に来た時は最後ですよ。 あのアナウンスの声がはっきりと聞こえました。目を開けるとやはり、もう夢からは完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは絶対に夢ではありません。現実の世界で確かに聞きました。 私が一体何をしたというのでしょうか。それから、現在まで、まだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと、心臓麻痺か何かで死ぬと、覚悟しています。そうなん。 ある冬山で遭難したグループが2週間ぶりに保護された。大学生サークルの5人で登山し、天候の悪化により遭難。地元レスキュー隊によって4人が保護された。残りの1人について警察が事情聴取をしたところ、途中からいなくなった。 と三人は一貫し、もう一人は雪山の恐怖からか精神が不安定で。と訳のわからない言葉を連呼する。 幸せの丸い海大学で日本の風俗を研究している私は休みを利用して東北の海沿いの道路を歩いていた道路から階段が伸びていて下には岩場があるふと降りてみたそこには一人の少女がいた 少女は岩場を何かを探すように歩いていた。何かを探しているのですか私は声をかけた。貝を、少女は言った。幸せの丸い貝を探しています。貝とはまた奇妙だ。 それは希少で、高級な貝なのかと問えば違うという。食用かと問えば、食べる人もいるが、という。となると、おそらく貝殻が必要なのだろう。祭りで必要なのです。と、少女は言う。幸せの丸い貝がないと、 祭りが台無しになってしまう。その話に興味を持った私は、祭りのことを少女に問うたが、少女はよくわからないという。親類が詳しいというので、頼み込んで家まで案内してもらった。少女の家は、まさに祭りの前日といった様子で、 つくなり、たくさんのご馳走で歓迎された。酒が入っていたからだろう。ろくに質問もせぬうちに、私は眠ってしまった。目を覚ますと、もう祭りは始まっていた。少女はいない。私は、一番近くにいた人に話しかける。 幸せの丸い貝は見つかったのですかああ、もうここにあるよ。やがて、祭りは佳境に入り、私は幸せの丸い貝がどんなものなのかと理解した。ああ、それにしても、奇妙な風習じゃないか。 砂場少女が公園で遊んでいましたお母さんはそれをしばらく見てから先に家に帰っていました夕飯時になりその子が家に帰宅しかし左目を痛そうに擦っていますお母さんが どうしたのと聞くと娘は公園の砂場で目が砂に入っちゃって取れないの助けてと言いましたじゃがいもおじいさんが 田舎で一人暮らしをしていました。彼は庭でジャガイモを育てるため土を耕したいと思っていました。しかし、老齢の彼にその畑の土は硬すぎて折り返すのはとても困難でした。昔は一人息子のフレッドがよく手伝ってくれたのですが 今は刑務所にいます。彼は服役中の息子に一通の手紙を書きました。フレッドへ。本当に残念だが、今年はどうやらじゃがいも植えられそうにない。もう歳で庭を掘り起こせそうにないんだ。お前がいれば、 わしの代わりに掘ってくれたろうし、お前がいてくれたらどんなにいいかと思うよ。父さんより。数日が経ち、息子から返事が届きました。父さんへ。庭を掘っちゃいけない。死体を埋めたのは庭なんだ。フレットより。 翌日の朝4時頃、FBI 捜査官が、地方警察と一緒にやってきました。彼らは、おじいさんの庭をすべて掘り起こしていきましたが、死体は見つかりませんでした。彼らは、おじいさんに謝罪をして去っていきました。同日、もう一つの手紙が、息子から届きました。 父さんへ。じゃがいもを植えるのは今だよ。俺にできることは、それしかなかったんだ。フレットより。玄関に立つ影。結構前にあった話なんだけども、その日、いつものように、仕事が終わって、 夕方家に帰ってきた。いつものように今に入ると、そこでお袋が部屋の電気もつけずに耳塞いで暗い部屋の中でうずくまってたんだ。かなり面だった私。だって、こんな様子のお袋見るのは初めてだったんで、何かあったと焦ってお袋のそばに駆け寄って声をかけたんだ。 ちょっとおふくろ、何かあったのどうしたの部屋の明かりもつけないで。おふくろは、いきなり声をかけたんで、かなりびっくりした様子だったけど、私の顔を見て安心したのか、なんだ、びっくりさせないでよ、と言った。いや、びっくりしたのはこっちだし。 暗い部屋の中で電気もつけずに、耳塞いでうずくまってた人間の言うことか、なんてちょっと呆れかけてたんだけども、この後、お袋が妙なことを聞いてきた。っていうかお前、どこから家に上がってきたのどこから家になんとも妙な問いかけに、半ば呆れながら、 あのさあ、お袋、どこから家に行って、そりゃ玄関に決まってんだろつかさ、どこから帰ってきたと思って。そう言い終わらないうちに、その玄関から、コンコンと、ガラスをノックする音が聞こえてきた。あれ誰か来たかな 私は、誰が来たのか確認しようと、玄関の方を覗き見ようとしたんだけど、お袋が焦った様子で止めてきた。また来た。さっきのあれだ。絶対。さっきのあれ私は、何のことだかさっぱりだったんだけども、帰ってきた時のお袋の様子と、 さっきのあれだってのは関連してると思った。ねえ、帰ってきた時、すごく様子がおかしかったけど、さっきのあれってやつが原因なのこの問いかけに、お袋は黙ってうなずき。あれがね、ずっと喧嘩をノックしてるの。あんたが帰ってくる少し前から。お母さん、 それが怖くて怖くてたまらなかったの。だからずっと耳塞いで、それがいなくなるの待ってたんだけど。そうしてるうちに、あんたが帰ってきたのよ。玄関から。お袋の顔が青ざめている。ちょっと尋常じゃないなと思った。あれって何見たんでしょ お袋は顔を下に背けている思い出したくもないって様子だったこの間もまだ玄関からコンコンというノックの音は続いているこのままじゃらちが開かないと思いちょっと見てくるよさっきのあれとは違うかもしれないし宅配とか 近所の人が来てたら困るでしょそう私が言うと、お袋が、ダメだって、行かない方がいい。絶対後悔するから。と言って、掴んだ腕を離してくれない。大丈夫だって、何かやばいもんとかだったら、玄関開けたりしないし、ただ見てくるだけだから。 お袋が掴んでる腕を強引に振り払って、私は玄関に向かった。うちの玄関は、曇りガラスが張ってある引き戸なんで、玄関を開けなくても、外にどんな奴がいるのかは、ある程度わかる。私は玄関まで行き、そのノックしている奴がどういった奴なのか、その曇りガラス越しに見た。 多分お袋も来客だと思って玄関まで行き、これを見たんだろうね。玄関に立つ、赤い人影を。最初見た時は、そんなに違和感とか変なものって感じはしなかった。だって、ただの人影だったんだもん。背丈は多分、 小学生とかそれくらいだったかな。赤いってことを覗けばね。だから、ただの来客だと思って、玄関を開けようと、ほんとガラス一枚のとこまで近づいたんだわ。その時、ノックする手が、ガラス越しによく見えたんだよね。真っ赤な人の手がさ。 本当に真っ赤だった。赤い手袋とかでなくて、真っ赤な素で。この時、あ、これは人じゃないな、って、やっと気づいたのよ。ただ、もう気づいた時は遅かったんだよね。だって、玄関開けようと近づいてるわけじゃない。 だから向こうにも見えちゃったんだよね。私が。近づいている私の存在に気づいたそれは、この後、ものすごい勢いで玄関をノックし出したんだわ。コンコンコン。コンコンコン。コン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 。コン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 。 ゴン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 ゴ 怖くてさ。だって、真っ赤な人影が、すごい勢いで玄関叩いてるんだよ。ガシャン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 って。俺にはマジでビビって、足がすくんじゃったよ。いい大人なのにね。だけど、ずっとその場にはいられない。だって怖いもん。 だから何とか気を張って、その場から離れようとした。ただこういう時って、不思議と駆け出せないんだよね。多分、相手に気づかれないようにって考えが働くからなんだろうけど、ゆっくりゆっくりと、後ろに下がっていったんだわ。すると、人影に、ちょっとした変化が、 最初見た時とは違って、なんか背が高くなっているような気がする。けども、ノックをするではさっきの位置とは変わっていない。背が高くなってるんではなくて、伸びてるんだよね。頭がさ。首が伸びてるんではなくて、本当に頭だけが上に向かって伸びていた。 そんな感じがした。そして、その伸びた頭は、徐々に、玄関の上にある小窓に近づいていってるんだけども、この小窓ってやつが、運が悪いことに、明かりを入れるための窓なもんだから、曇りガラスではないんだよね。だから、その小窓に近づいてるのが分かった段階で、 人影から目をそらすべきだったんだよね。本当はさ。だけども、目がそらせなかった。怖くて逆に目をそらせなかったんだよね。そして、見ちゃったんだよね。真っ赤な人影の顔を。 多分、小学校低学年くらいの子供だと思う。真っ赤な顔でさ、髪と眉はなかった。印象的だったのは、だらりと開けられた真っ黒な口と、カッと見開かれた目。その目でさ、ギョロギョロと家の中を見てるんだよ。 もうそれを見たら限界だった。いい大人が、わーって叫んで駆け出してたよ。今に逃げ込んで、お袋と一緒に耳塞いでガタガタ震えてた。どんだけの時間、耳塞いでうずくまってたかわからないんだけど、いきなり、おい、どうした って肩を掴まれて起こされた。仕事から帰ってきた親父だった。親父かよ。ビビらせんなよ。何がビビらせんなだ。びっくりしたのはこっちだ。どうした二人して電気もつけずに部屋の中で。いきなり声をかけられてびっくりはしたが、正直、 帰ってきた親父の顔を見てほっとした。そして、思わず聞いてしまった。親父、一体どこから家に上がってきたんだ 「今宵のお話は以上です」「いかがでしたかまたお会いできるのを楽しみにしています」「それではおやすみなさい」